はい、こんにちは。はい、こんにちは。初めての契約公開ですけど、緊張しましたでしょ。緊張しました。どれぐらい緊張した。例えば打席でバントするぐらい緊張しました。それ緊張したね。あれ緊張するもんね。緊張します。それが緊張した。はい。でもこう、どういう話したんですか。まあ、今年評価していただいたポイント、自分も来年レギュラー目指して頑張りますというふうに話しました。来年はレギュラーってことですね。目指して。はい。ということは、今年は何試合出たんですか。71試合です。71試合。あ、倍出るわけですね、来年は。はい。だいぶ大変ですね、じゃあ。はい。ね、でも体は強いんでしょ。体はそうですね。強いのがね。うん、強く見えるんですね。大きいから。ずんぐりむっくりなんで。太ったわけじゃない。まだ太ってないです。まだ太ってない。このシーズン、オフシーズンは太らないようにやっていきます、ね。だってファンが言ってましたもんね。はい、去年ね、ドラフト決まってから太って怒られたってね。デスクに。柏淵スカウトデスクに。はい、ね、今年は柏淵スカウトデスクに怒られないようにね。はい、あと、青木さんもにも怒られるよ。太って1月行ったら、うん、まず減量からだって言われちゃうんですよ。そもそもだ、岡山から帰らされます。あ、岡山であるのね。はい。うん、強制。強制送還。それだけならないように。はい、ね、お願いしますよ。はい、ね、もう皆さん期待してるんですから。事務所来るのは初めてでしょ。あ、2回目 ?2 回目ですね。2回目、はい、でもプロ入ってからは初めてです。あ、でしょ。入る前はありました。働いてますね、ここで。はい、たまには顔出してくれてもいいんですよ。おざますって。ちなみに青木のいちか先輩は毎年すごい大量のたい焼きをプレゼントしてきたんですけど、今日何か持ってきました。今日はそうですね、気持ちだけ。気持ちだけだと何も見えないから。じゃあ最後出るときは失礼しますって出てるよ、ちゃんと。本当にいつもありがとうございます。明治魂見せて出てってね。はい、ちゃんとね。はい、じゃあ来年はの契約公開では何か形に見えるもののプレゼントを持ってきてください。はい、わかりました。いいですか。はい、ね、青木塾に入るわけですから、はい、あんなに大量のね、何百個の待機じゃなくていいから、ね、お土産持ってきて、はい、ね、あ、丸山さんすごいわって言われるようになってくださいよ。はい、頑張りますね。期待しますんで。はい、来年のレギュラーよりも来年の契約のお土産を期待してる。そういう嘘だよ。まあ結果が出ればお金も上がって、そう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 、差し入れの、うん、レベルも上がってくるね。上がっていくんで。確かに給料に応じて上がっていくかもしれないね。すみません、まだこれだけなんで、この差し入れの勘弁してくださいっつって。もしかしたら10円ガムかもしれない。あ、確かにね。今のまあ、まあ、まあね。はい、じゃあ頑張ってください。来年も、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最近アラビアータ。アラビアータ。大下わかる？アラビアータ。知らんす。なんだ。ね、そういう秀樹さんの話だよ。やめろよ。可愛いよ、それでも。何だ。あ、ミラノ風のり。で、今朝カタールから戻る。今朝カタールから。はい。戻ってきた。まだやってるから。あれ。やばないですか。まあ、やばいよね。あれはやばい。あれやばないですか。歴史上一人ってことですよね。